6月16日は、グレゴリオ歴で年始から167日目にあたり、年末まで、あと198日ある。1815年フランス戦役、カトルブラの戦い中華民国の候補軍艦学校開校。数多くの士官を排出フィリップ・ペタン、ビシー政府の首相に就任。画像は10月、ヒトラーと握手する。 ペタンアルゼンチン大統領ファン、ペロンの集会に海軍機が爆弾を投下ソ連の、バレーダンサーアルドルフ、ヌレーフ、パリで、亡命女性初の宇宙飛行士はレンチナ・テレシコワのノル、ボストーク6号を打ち上げ、スウェーデンの名彩賞、アクセル・オクセンシェルナ誕生アパッチ族のシャーマン、ジェロニモ誕生チェロ奏者、作曲家、ダービート・ポッパー。エルフの踊りを聴くスウェーデン王グスタフ個性宇宙学者、 アレクサンドル・フリードマン。膨張宇宙モデルを、フリードマン方程式の解として定式化対応国、第14代首相、サリット・タナラと資本資産価格モデルの考案者の一人、経済学者、ウィリアム・シャープ・コサックのアタマンス・スチェバン・ラージン、四つ、先系に。画像は、ボリスクスト・ディエフが日本画家、菊池洋裁没。画像は、自画像ハンガリーの政治家、ナジー・ムレ。 KGB の秘密裁判で、公主刑に。1989年に名誉回復、赤十字国際委員会の派遣員を務めた医師、マルセル・ジュノー。画像は、広島平和記念公園にある、記念秘書は天皇の皇后、皇順皇后1904年6月16日短日の、出来事を描いたジェームズ・ジョイスの長大な小説、ユリシーズを記念するブルームの日和歌詞の日。 ありがとうございます。